Yeah, hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction. And today I'm gonna watch Heavenly Delusion episode 3 and the last episode. They killed the monster there. Okay, so before we watch it, make sure you guys hit subscribe, thumbs up, comment down below. And also do not forget to follow me on my social medias, link in the description below. And let's start it. Oh, in this place there are so many people. 5年前, 僕らは電動カートレースの興行を生業にしていた。 Oh, so that's really her. ロビー、俺は殺せると思ったのかよ。喧嘩するときは相手から目をそらしてもいいんだ。相手の目を睨むなんてのは威嚇だけで事なきを得ようってチキンがやることだ。相手の襟を見な。喧嘩は相手しか見えなくなってるやつが負ける。こいつらは上の門に引き渡す。ハルキ、お前の手柄だ。 なんか欲しいもんがあったら言え。カラスとネズミかな。俺、そのジャンパー、ロビーにもらった。半分に切れば履けるだろ。そんなに足短くないわ。お腹すいた。姉ちゃん、おかえり。何着だった？見てなかったの。落車して危険。え？怪我は？後続の人が避けてくれたから平気。 ねえ先生、危ない。あ、そうだ、キリコちゃん取るよ。あの医者隠れて人食いの研究したり人体実験してるって話だぜ。え、今ロビンが調べてる。あんまりキリコちゃんを近づけない方がいいぞ。どうしたの？3丁目に人食いが出た。こっちには来させねえから気にせず寝てろ。僕にとっての 天国だったのかもしれない。すげえじゃん。先週その武器で。うん。遊びでやってんじゃねえ。って怒られたよ。ロビンはもうなくしてるんだ。だから、なんていうかちょっと。今何時？合ってる時計はどれかいな。これだ。 2時20分。 行く。誰か。コースの終盤に人食いがいる。この前と同じ透明になるやつ。スタートしていきました。今日は一体どんなレースが待っているのか。姉ちゃん、僕が追い払う。僕がやるんだ。 直線を終え、第2コーナーを曲がったのは8番3番4番。5番2番がここでスピンを大きく遅れた。コースから出たのか。そこか。びっくりするほど効いてない。やった。 You don't see. Oh. I like it. Haruki, no, he's dead.
So, get into her. Minna, Necha, Necha. また人食いが出たってよ。子供が一人亡くなったと。むごいな。あの、あれ、姉ちゃん。They did something to the head. サンダル一郎。僕は歩きだ。新生罪。弟を死なせてしまったショックから自分を弟だと思い込んでいるようです。かわいそうに。の医者はん、あの医者が何かしたんだ。あいつならわかる。医者はどこだ。先生は瀕死の状態で担ぎ込まれた。弟さんのことは残念だったけど、どういう治療をしたにせよ二人とも死んでいたと思います。最後に見た姉ちゃんは泣いてたけど、姉ちゃんも人食いにやられちゃったのかな。ロビンならきっと調べられる。殺されちまってるよ。去年この辺で失踪事件が増えて。すみません、ここにあった船山孤児院はどこかよそへ行ったよ。稼ぎ頭だったレーサーが事故で亡くなったり、リーダー格の子が行方不明とかで、いろいろ不幸が重なって。ウィンが死ぬわけない。絶対どこかで生きてる。医者だ。医者が全部知ってる。ロビンの行方も、姉ちゃんが死んだ理由も、僕が姉ちゃんになって生きてる理由も。それから4年ほどして中野で君と出会ったんだよ。一つ確認したいんだけど、お姉ちゃんって呼ばない方が良かったかな。いいよ、もう1ヶ月近く呼ばれてるし、ここだと思っておいて。そんな急に無理だよ。君ちょっといないくらい美少年だから、すぐふさわしい相手見つかるって。こんな気が合う女の人見つかんないよ。それは頭が男同士だから。写真の稲村ジェーンだっけ。稲崎ロビンね。その人のことはどう思ってるの。憧れてもいたよ。だから同性としてだよ。君まだ混乱してるよね。こんな振られ方したらそりゃ混乱もするよ。一回寝て頭を整理しなよ。そうする。起きたらこの話も夢になってるかも。どうした？窓の外に。一応警戒だ、船長に。Okay, so the man eater, they have the different shape. It's not always like before. And Haruki in Kiriko's body, but maybe that is what Kiriko wants to save her brother.And everybody there was missing too. In the same time, after Haruki woke up, everybody is gone. They left nothing. How to find them at all. Okay, so that is the episode 3. I hope you enjoyed. Make sure you guys hit subscribe with thumbs up. Have a great day. See you next time.